おはようございます。時刻はただいま5時4分です。ですね、ベストボディジャパンに出る。のきっかけに送って、なんか自分の記録とかを残していきたいなと思って、カメラを回している所存でございます。自分の一日の流れをこうやって記録にまとめて、減量中ですね。初大会っていうことなので、初大会なんで、自分がどうやって、大会に向けてどうやって過ごしてるかとかをこうやって残して、後々振り返っていくためにどこ撮っていきたいと思いますので、どこ撮っていきます。ということで、朝一発目はこのプロテイン一杯を飲んでから一日がスタートするっていう感じで、こうやってグイグイ飲んでいきます。だいたいこの一杯でタンパク質 20g で1日がスタート。ちょっと朝だったんですけど、ちょっと部屋の中閉め切ってて暑いっていう感じで、ちょっと窓を開けて朝の清々しい空気を吸いながら、プロテインの後味を水で流し、朝から英単語やっていくっていうモーニングルーティン。大体ここら辺で英単語終わりまして、よしと水を飲んでバイトの準備です。最高。今日なんと最後のコンビニアルバイトなんでね、頑張って行きましょう。コンビニはちなみにセットです。はい、バイトから帰ってきたので、今から、朝ごはん食べてちょっと課題して、10時から授業行ってみよう。 Fact. The internet was not what it is today. はい、今、今日やらなきゃいけない課題が終わったんで、速攻で、もうあと5分ぐらいで始まっちゃうんで、速攻で、授業の準備して、授業受けていきたいと思います。ちょっと始まってるんで、速攻でズームに入る。ズームどれ、あったやばい、もうちょっと先生優しいんで、先生優しいから意外といける。あとはアイスコーヒー、水アイスコーヒー。カメラが映る。こんな感じですかね。よし。My mother died on Sunday the 22nd, and then we had her funeral on Friday the 27th, just passed. So, it's an interesting time for me. Now, so thank you everyone for coming. We've got 16 people here.So 15 students. I might just start by quickly take the role, and then Jeff from the library is going to give us a very amazing lesson. This lesson from Jeff is going to save us a lot. 感じ、今出席を取ってる感じです。出席。Yeah. ってことで今、授業が一段落してお昼休憩なんで、お昼ご飯の準備します。基本は。自分で茹でた鶏肉とプラス冷凍食品の野菜を食べるか、もしくは母親がね、こうやって作ってくれたやつを食べたり、もちろん
ちょっと今、まあ、そのベストボディジャパン大会に向けて、食事を自分なりに制限してるので、自分なりに取捨選択してですね、これは食べよう、あれはこれはいいやって選んで、まあ、基本ご飯食べてるって感じです。全然家族と食ってるものが違ったりすることは普通です。飯食ったので、今からちょっとだけ仮眠取って、宿題やるかちょっとブログのネタちょっと構成して、でまた2時から授業っていう感じで、じゃあおやすみなさい。もう別に仮眠のに特別な何分何十分15分とかじゃなくて、適当に、自分が目つぶりたいだけ、リラックスしたいだけ、目を閉じる、いきます。本当に仮眠昼寝めっちゃいいんで、皆さんもぜひ取り入れてみてください。ということで宿題やってます。ってことで今授業が終わって、でいろいろ動画編集して、5時から、今4時50分ぐらいなんですけど、5時からDMM 英会話、英会話の向上の必要ということでやっていきたいと。今から帰るところですね。ジム終わって今から帰ります。いやもう本当に最高でした。とりあえず今から帰ります。